え最近ネットで馬券購入し高額当選された方が課税対象として税務署から指摘された結果破産したと本人が YouTube で同格して競馬ファンの中でも話題になってます馬券購入している時点で国庫に集中されたように高額当選者へ課税する日が今の仕組みは大口購入する人も減るので制度の見直しが必要なのではという人もいますが井くさんどうお考えですかえっと競馬とか宝くじっていうのは基本的に馬鹿に対する罰金なのでなのであの騙されたら儲からねえじゃねえかって言っても必ず買う人は出てきます そそもそも頭のいいい人はそういうあのけ事にお金を払いませんなので払ってる時点で頭の悪い人なのでなんかよくわかんないけどはなんか買ってでなんかあのわー当選したやったで税金取られてえー、取られたよってなって困るっていうのはずっとやり続けるのでバカになるのが良くないっていうのをちゃんと皆さん覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。け事ははやるべきではありません